10分でわかる本のまとめ。今回は嫌われる勇気という本を解説していきます。本書はアドラー心理学というものについてわかりやすくまとめられた本でして、最初に結論を言うとこうです。承認欲求を捨てることが幸せになるための一つの方法になりうる。そして承認欲求を捨てるためには課題の分離という手法が有効である。というわけでこの動画では、 1. なぜ承認欲求を捨てるべきなのか、 2. 承認欲求を捨てる方法、3. 目指すべき人間関係とはという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。 1. なぜ承認欲求を捨てるべきなのか。結論、承認欲求に支配されることは他人の人生を生きることだからです。ではこの結論を掘り下げていきます。まず承認欲求とは何なのか。承認欲求とは周りの人たちから認められたい、尊敬されたい、好かれたいといった欲求のことです。承認欲求は人間誰しもが持っている本来的に備わった欲求ですよね。いつも話すことですが、人間は社会的な生き物、他の個体と協力する中で繁栄してきた社会的な生き物です。ですので人間は生きていくために他の個体に認められたり好かれたりすることで共同体の一員である必要がありました。現代では一人で生きていくこともまあできなくはないですが、とはいえ人はもう何十万年もの間社会を形成しながら生きてきたわけで、私たちはその遺伝子を受け継いでいるので本能的に承認欲求が備わっています。しかしこの承認欲求だけに縛られてしまう人生とはどんな人生でしょうか。みんなに認められたいから有名大学、有名大企業に行く。みんなに認められたいからおしゃれな写真を撮ってインスタグラムにアップして、たくさんいいねがついたら嬉しい、少なかったら悲しい。このように承認欲求を満たすことにとらわれる人生であればあるほど、それは自分の人生ではなく他人の人生を生きていることになるというのがアドラー心理学の考え方です。なぜならそのような人生は他人の期待に沿おうとする人生だからです。アドラー心理学が提唱するのは他人の期待に沿おうとする生き方ではなく、もっと自分らしさを重視する生き方です。承認欲求なんてキリがないよ。それよりも周りの目は気にせずに自分のやりたいように生きた方が楽しいんじゃないということです。ですので承認欲求は捨ててしまって、もっと自分らしさとか自分にとって一番の幸せみたいなものにフォーカスしようよということです。この承認欲求は捨てちゃえという考え方に対しては、個人的には半分賛成半分反対みたいな感じで捉えているんですけど、その話は最後に少しだけさせていただければと思います。というわけでここまでの内容をまとめます。なぜ承認欲求を捨てるべきなのか。それは承認欲求に支配される人生というのは他人の人生を生きることだから。承認欲求から解放されて自分らしさとか自分に合った幸せの形というものにフォーカスすることが幸せになるための一つの方法であるということでした。とはいえ、じゃあどうやって承認欲求を捨てるのかという話になりますよね。というわけで2、承認欲求を捨てる方法。結論、承認欲求を捨てる方法は課題の分離という方法です。課題の分離とは自分の課題と他者の課題を分けること。自分の課題とは自分でコントロールできるもの、他者の課題とは自分でコントロールできないもののことです。例えば自分が会社で仕事を頑張る、これは自分でコントロールができる自分の課題ですよね。それに対し自分の頑張りぶりを上司が評価するかどうか、これは自分ではコントロールできない他者の課題です。このように自分で変えられる部分とそうでない部分を分けて考えるというのが課題の分離です。そして周りの人が自分を認めてくれたり好きになってくれたりするという承認については他者の課題ですよね。つまり自分が承認されるかどうかを気にしたってしょうがない。だから自分が承認されるかどうかという自分ではコントロールできない部分を気にするのはやめて、自分でコントロールできる部分に焦点を当てるべきだということです。自分でコントロールできる部分に時間や労力を割いた方が人生をよりハッピーなものにできるということです。自分でコントロールできる部分というのは、例えば人に親切にするとか、仕事や学業で成果を上げるとか、ダイエットするとか、そういったことです。そのような自分でコントロールできるものについて頑張ることで周囲の反応も変わってきますよね。あらゆる物事に対してそれは自分でコントロールできる範囲のものなのかということを考えるのが大事になります。というわけでここまでの内容をまとめます。承認欲求を捨てる方法は課題の分離である。課題の分離とは自分の課題と他者の課題を分けること。自分の課題とは自分でコントロールできる部分、
他者の課題とは自分でコントロールできない部分のこと。要するに他者が自分をどう思うのかというのは他者の課題なので、いくら考えてもしょうがない。だからコントロール可能な自分の課題だけに集中すべきだよね、ということでした。 3. 目指すべき人間関係とは。結論、目指すべき人間関係は共同体感覚というものです。ではこの結論を掘り下げていきます。ここまでの話を聞いてくださった方はどういった感想を持っているでしょうか。自分の課題にコミットして他者の課題は無視するっていうことは、人生って何、個人プレイなの、とか、課題の分離っていうのはなんか自分中心的な感じがするし、なんか寂しいよと思った方もいるかと思います。しかしアドラー心理学が提唱する目指すべき人間関係はそのような寂しいものではありません。アドラー心理学が提唱する目指すべき人間関係は共同体感覚というものです。共同体感覚とはこのようなものです。他者は仲間である。みんなそれぞれ自分の目標に向かって成長している。でもってみんなで協力したり、アドバイスしたり、励まし合ったりしながら成長していくというのが共同体感覚というものです。つまりみんなそれぞれ自分の目標とか価値観に従って自分の課題にフォーカスして取り組む。しかしこれは全くもって個人プレイなんかじゃなくて、みんなで協力しながら、あらゆる情報や財をギブアンドテイクしながら成長していこうという考え方です。はい、そうなんです。もういつも話すことなんですけど、結局人は社会的な生き物なわけで、みんなで生きていくようにできているんですよね。自分のアドバイスのおかげで友達の悩みが解決したら嬉しいし、先輩のアドバイスのおかげで自分の成長スピードが上がって感謝する。そしたら自分も先輩もハッピーな気持ちになれる。こういうのって気持ちいいですよね。もうそういう風にできてるんですよね。それぞれがそれぞれの目標に向かってそれぞれのペースで努力していく。その中で自分が他の人の助けになれることがあれば積極的に力を貸す。そうすれば自分のことも周りがサポートしてくれる。理想の人間関係をそんな風に考えるのがアドラー心理学です。というわけでここまでの内容をまとめます。目指すべき人間関係は共同体感覚である。共同体感覚とは、他者は仲間、みんなそれぞれ自分の目標に向かって成長している。でもってみんなで協力したり、アドバイスしたり、励まし合ったりしながら成長していくという考え方のことでした。というわけで最後に全体のまとめと私の個人的な意見補足です。 1. なぜ承認欲求を捨てるべきなのか。それは承認欲求に支配される人生というのは他人の人生を生きることだから。承認欲求から解放されて自分らしさとか自分に合った幸せの形というものにフォーカスすることが幸せになるための一つの方法である。 2. その承認欲求を捨てる方法は課題の分離である。課題の分離とは自分の課題と他者の課題を分けること。自分の課題とは自分でコントロールできる部分、他者の課題とは自分でコントロールできない部分のこと。要するに他者が自分をどう思うのかというのは他者の課題なので、いくら考えてもしょうがない。だからコントロール可能な自分の課題だけに集中すべきだよね、ということでした。そして 3. 目指すべき人間関係は共同体感覚である。共同体感覚とは、他者は仲間、みんなそれぞれ自分の目標に向かって成長している。でもってみんなで協力したり、アドバイスしたり、励まし合ったりしながら成長していく、という考え方のことでした。今回はアドラー心理学の内容を分かりやすくまとめた本、嫌われる勇気について解説しましたが、いかがだったでしょうか。このアドラー心理学は人生をうまく生きるための一つのヒントになるなぁと個人的には思いました。特に私が一番重要だと思うのは課題の分離ですね。もう自分で変えられない部分に関してはくよくよ考えてもしょうがないですもんね。そういう自分ではどうしようもない部分を見極めて無視することって大事だと思います。逆に言えば自分でコントロールできる部分、こことはしっかり向き合っていく必要がありますよね。他の誰でもなく自分しか変えられませんからね。例えば健康、これはほぼ 100% 自分でコントロールできる部分だと思います。食事、睡眠、運動、これらを整えることで絶好調の健康状態をキープする。そうすることでメンタルの安定、パフォーマンスの向上、つまり仕事や学業で成果を上げられる、人生がめちゃめちゃハッピーになるというような好循環が生まれると思います。また私はよくこのチャンネルで人間関係が最強であるという話をしますが、この人間関係って 100% 自分でコントロールできるっていうわけではないですよね。一緒に高め合う仲間が欲しいと思っても、そう簡単には理想の仲間とかライバルには出会えないでしょうし、
尊敬できる上司に出会えるかどうか、大好きなパートナーに出会えるかどうか、これらは少なからず運の要素が入ってきますよね。このような自分でコントロールできる割合が 100% ではないものに関しては、あんまり高望みしない。妥協する姿勢も大事かなと個人的には思っています。とはいえ、数字で見える成果を上げるとか、健康とかダイエットとか、内面を磨くとか、自分でコントロールできる割合が 100% に近いもの。これらとしっかり向き合って、自分の課題を淡々とこなすうちに、他者からの評価を得られるようになったり、いい出会いが訪れたりすると思うんですよね。というのも、類は友を呼ぶ。つまり、自分が付き合いたいと思うような人間になればなるほど、自分の周りにはそういう他者が集まるものですよね。人は自分と似たタイプの人間に好意を抱きやすいものです。つまり、こういう人と付き合っていきたい、こういう仲間が欲しい、こういう上司、恋人だといいな、みたいなのがあると思うんですけど、まずは自分が先にそういう人間になる努力をすればいいということです。なぜなら、それこそが、というか、それだけが自分でコントロールできる部分だからです。人にされて嫌なことはしない、人にされて嬉しいことをする、情けは人のためならずです。また話題が変わりまして、承認欲求については皆さんどういった感想を持ちましたか？私は個人的には承認欲求はほどほどには持っててもいいのかなと思う派です。というのも、人から褒められるとか感謝されるとかっていうのはもうめちゃめちゃモチベーションになると思うんですよね。私自身、この YouTube を続ける一番のモチベーションは、チャンネル登録をしてくださる方や毎回動画を見てコメントをくださる方々の応援が一番だからです。ですので、理想の自分とか理想の人生っていうのに近づくために、承認欲求を一種のこうガソリンみたいに使えればいいんじゃないかなとかって思ってるんですけど、どうですかね。先ほども説明した通り、人の承認欲求は本能的に備わっているものなので、完全に消すことは多分無理でしょうし、そもそも完全に消し去る必要はないんじゃないかなって思います。承認欲求に支配されすぎるのは人生の時間の無駄遣いになる可能性があるので、あまり良くないとは思います。とはいえ、人に褒められたり、羨ましがられたり、感謝されたりすると気持ちよくなれるように私たちはできているというのは事実なわけですよね。じゃあ、それらを適度に求めて、いい感じにモチベーションにつなげていければいいんじゃないかなと思う次第です。今回紹介した本、嫌われる勇気では、人生観を変えてくれるような考え方に触れることができます。今回紹介したのはほんの一部でして、まだまだ紹介できていない部分がたくさんあるので、ぜひ読んでみてください。今だと Amazon のオーディオブックが1冊分無料で聞けちゃうので、それを活用するのもおすすめです。今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。